際ね、本当にね強いのかどうかちょっと分かんないんで、これもう本当にね初めて見るツムで、初めて使うツムなんで、うん、ちょっとね楽しんでいこうかなと思わないです。じゃあちょっとね使っていきますか。本当強いんかな、なんかランダム消去だよねこれね。うん、ブーってあれっすよな、あのなんだっけ、モンスター、なんだっけ、あのモンスターハンター2だっけ、あのモンスターハンターのマイクとかっていうあの雑魚キャラ出てくるアニメ。オッケー、おお、なるほどね、こんな スキルなんだ。へえ、モンスターハンターですよね確か、ブーが出てくるやつって。うん、ちょっとねこのツム使っ、これや今やってみて一言ちょっと言っていいですか、感想。うん、雑魚ツムですねこれは。うん、確定確定確定。何このツム、何このボム、めっちゃ少ないやん、めっちゃね大量消去消すボムならまだわかるんだけどさ、何これ、よいしょ。うん、なんかね気持ちよくないんだよな、これ。みんなね引いちゃダメ。うん、このツム来たらもうアカウント消してください。うん、本当にこれはねあんまり引かない方がいいね。なんかね褒めてあげられる要素がないんすよねこれ。このね天才ツムツムスキルを持ったね、この天才ツムツムプレイヤー、この恐竜2期でもやっぱりこれ使いこなせないってことはやっぱりね、うん、ツムが悪いよね完全に。投資海外移住、日本脱出だよね。それはちょっとね。よし、世間は許してくれやせんよ。はい、よし、弱えな、スキルレベル2だろ、ガチで弱いぞこのツム。本気で弱いこれは。使いやすくもないしな、対してこのボムがなんか微妙だし。確定でね16消去してくれるっていうだけ、それ以外に何もない。2000コインしか稼げないってもうねオワコンですよ本当に。もうツムツム買いにオワコンですよ。もうこれはね本当に岸田総理どうにかした方がいいですよこれは完全にね。うん、弱い弱い、うん、弱い。はい、じゃあね今回はこのザコツムでしたっていう動画でした。このブーチャーム、このザコツム、うん、モンスターハンターインク、モンスターズインクってあるモンスターハンターの最新作、まあ知らないですけど。じゃあまたね次のクソ動画でお会いしましょう。さようなら。あ、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。